はようございます。おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイのひらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日は祝日ですね。はい、4月29日、祝日でございます。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク始まったよ。はい、始まってますね。はい、まあ、世間ではゴールデンウィークと言いつつ、今までは俺あんまりゴールデンウィーク関係なかったんけどね。今年ゴールデンウィークちょっとすいません、大阪にあんまりいませんみたいな、高知に行っておりまして、高知から広島に飛ぶという、トモルのアンギャー旅を、やってまいりますので、またその辺ご報告したいなと思うんですけども、さて今日4月29日、はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんの日です。はい、はい、今日は畳の日。おはい、畳、畳、うん、なんか別に429関係なさそう。はい、畳の日は以前ね、はい、緑の日だった。ああ、なるほどなるほど、はい、確かにそうですね。畳のいぐさの色で、はいはいはい、畳の日ということになっています。そう、はい、だからね、もともとがね、天皇誕生日のことを平成になってから、緑の日と言ってたんだね、はい、しばらくね、はい、今は昭和の日になっちゃってるんですけど、うん、緑の日だったので、いぐさの緑からということですね。畳の日となっております。まあ、僕も畳にはものすごい関係のある人なので、はい、そう、柔道をね、柔道ね、ずっとやってましたからね。で、僕らが、高校生、大学生ぐらいまでは、まだ畳の中ってほんまに畳やったんですよ。柔道の畳って、ほんまに畳やったらささくれだって、吸ったりとかしたら刺さるから、ゴムっていうかラバー製、でラバーのやつでコーティングしたあるというか、上からかぶせたあったんですけど、それがなんとですね、もう今や中がウレタンになってます。ウレタンマット、安全、まあ要は吸収、衝撃吸収がいいとかいうので、はいはい、結局畳じゃなくなっちゃってるんですよね。でもね、これは利点がいくつかあるんですけど、一個はほんまに畳ってね、めちゃめちゃ重たいのよ。で、しかもね、湿気に弱いから、で普通ね、いぐさそのまんまを、表に出してんねと問題ないんだけど、いぐさじゃなくてこの上からラバーでコーティングしてあるから、何が起こるかというと、中が腐るの、カビるの、はいはいはい、だから何年かに1回絶対取り替えなきゃいけない。だからコストがすごいかかるんですよ。そしてもっと言うと、この柔道家たちのね、汗と湿気を吸ってめちゃくちゃ重たくなってるから、もうね、持ち運びがものすごく重たくて、もう僕らもういつもだから年に1回ぐらいこう天日干しみたいなのやったりとかね、すんのに全部あげて、もう大掃除するんだけど、その時にもう持ち上げて移動させるのが重たい重たい。毎年重くなる。毎年重くなる。それがもうウレタン製になったらものすごい軽くなったんで。そうなんです。中学校の時もやってました、道場畳。そうでしょ、はい、してました。そうなんです、畳干しっていうのをね、やらないといけないんですけど、まあそんな、もう僕もだから畳にはものすごく、お世話になりましたっていう感じなんですけど、実家の部屋は私畳でした。あ、実家はね、そうですけどね、はい、今僕住んでるとこ畳ないですから。あ、そうですよね、そっかそっか、はい、畳ないですよ。うちはね、一応ね、仏間、一応僕長男やから、いずれ仏壇を引き取らなあかん人なので、仏間みたいな形で畳部屋を作ってますけどね。基本はフローリングなんですけど、はいはい、畳部屋一室だけあります。まあ、でもだんだんそんな感じのね、感じになっていくんだろうなと思うんですけどね。そうですね、畳はね、本当ね、通気性いいからすごいいいんですよね。日本の家屋にはものすごく向いてる、素材なんですが、はい、畳の日でした。畳の日でした、はい、そしてもう一つは、昭和の日ですね。そうですね、はいはい、昭和の日、日本の、国民の祝日となっております。はい、でこれがね、もうみんなね、昭和の日って何なのっていうね。あ、僕らはほら普通です ね、小学生、中学生、まあまあ高校生ぐらいまで、ずっと天皇誕生日だったんですよ。はい、昭和天皇の誕生日ですから、はい、で、なんて言ったらいいんかな、その世界の人から見たらどうなのかわからないんですけど、僕ら日本人にとって昭和天皇って割とね、平和の象徴なんですよね。なぜ象徴天皇の初めの人なんで、
あの荒人神から人間になられた、うん、その神様と呼ばれてた天皇が、うん、あの人間としてね、うん、あのそのこの日本の象徴になられたっていう最初の方なんで、うん、僕らにとってはもうなんかあの僕らの時ちょうどヨハネ・パウロ2世とかやったんですけど、あのローマ教皇、うん、教皇がね、だけどあのなんかもうヨハネ・パウロ2世と並ぶぐらい僕らにとっては平和の象徴やったみたいな感覚のあるのが僕は昭和天皇で、うん、まあ長寿でからいろんなことを調べていくといろいろ出てくるんですけど、ね、やっぱりあの昭和天皇ってすごい平和のことを考えてらっしゃったというか、うん、あの第二次世界大戦が始まる時ですらどうやって終わるのかということをちゃんと考えてはった人なんで、うん、あの僕は素晴らしい天皇だったんじゃないかなと思う人なんですけどね、うん、その方が生まれた日が4月29日で、はい、まあ、今は昭和の日ということなんですよね、はいはい、ということなんですが、はい、この昭和から、はい、昭和の和ですよ、はい、和です和です、この昭和の和からね僕は平和を考えたいなと思うんですけど、はい、平和を考えるといえばですね、うん、もう一人うずうずしてる人が、うん、お待ちなのね。あの方しかいない。そうなんですね。はい、はい、お呼びしたいと思います。はい、和プロジェクト大使代表の、宮本達彦さんです。よろしくお願いします。はい、ということで、宮本さんお久しぶりでございます。はい、お久しぶりと言いながら僕はあの4月2日と3日2日間もうずっと宮本さんと一緒やってるんです。ということでですね、今日なぜ宮本さんにお越しいただいたかというとですね、うん、まあ和プロジェクト大使の、ね、代表でいらっしゃいます、はい、宮本達彦さんなんですけども、年間で何回かこの奉納記号っていうのをね、うん、和プロジェクト大使主催でやってまして、はい、でその中で大きいのが年2回あるんですよ、うん、で1回がまあ9月29日国際平和で、あの国連が定めてるあの平和の日という日に、あの全国の五穀神社と靖国神社、そして広島長崎の平和公園で奉納記号をやるということと、まあ平和を祈ってですね、世界平和の祈りというのをやってるんですけども、それともう一つが4月3日っていうのが17条憲法が制定された日なんですよ。で和プロジェクト大使の一丁目一番地っていうのは何かというと、和をもってたっとしとなし逆らうことなきを胸とせよっていうね、うん、ところ文章から始まるあのこの十七条憲法を世界記憶遺産に登録しようよっていうことを、うん、本気で、頑張っている団体なので、うん、その日にちなんで今度はお寺でですね、神社じゃなくてお寺で、その平和の祈りを、うん、やりましょうというのがこの 4.3 大使、日本の誇り、日本の誇り、うん、和の精神を世界へっていうね、の毎年もう6回目になるっていうね、6回やってるんですよ。で今年がどんなだったのかということを、もう多分ね、あの僕が喋ってる間にもううずうずしてはると思うんですけど、喋、っていただこうと思って今日はですね、はい、この時間を、お取りいただいたということなんですね。はい、ということですね、一応、前説だけはちゃんとやっておきました宮本さん、ということですので宮本さんには、はい、たっぷりですね、はい、丸々10分好きなだけ喋っていただこうと、はい、ただし丸々10分なんで、はい、あの10分なったら切りますからねはい、では、このプレゼンありかなしか、スタートです。はい、はい、どうぞ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどあのヒーロー監督からあのご紹介預かりました、早速ですけれども私 の、 あの背景ですね、はい、ちょっと見てください。場所はですね、東京の浅草寺でちょうど頭の後ろで隠れてるんですけどね、スカイツリーですね。でスカイツリーの下に、和ってなんとなく書いてあるのが見えると思うんですね。和で周りにね、それぞれの国の言葉で平和のメッセージが書かれてるんです。でこれ何かというと、今年の4月3日浅草寺に8カ国の大使館の方々がお見えになって、で平和のメッセージ、そういうことだったものですから、あの万国旗ね、みんな持ってるんですね。気がついてみたら6回目、
8カ国の大使館が来て平和の寄せ書きをするところまで参りました。はい、第1回目の時はね、17都県18カ事、4月3日は住居要憲法が制定された日ってことで、いくつのお寺で当日開催しようかなと。で、最初はね、あの9月21日、神社でね、全国の護国神社、全国の護国神社は各道府県に1社ずつあるので、数も、まあ、50前後ってもう決まってるんですね。で、その9月には全国の神社でやったので、4月は今度は春はお寺でやろうと。ところが、お寺はどこでどんだけの数でやろうかっていうね、全くわからないので、それで住居要憲法制定の日だから、17のお寺を目標にしようと。で、住居要憲法といえば聖徳太子だから、聖徳太子ゆかりのお寺でなるべくやろうということで、第1回目はスタートしたんですね。で、なかなかですね、当時は6年前、7年前というのは、我々全く活動に実績がなかったので、お寺にしろ、神社にしろ、我々のことは極めて怪しい団体にしか映ってなかったんですね。だから、何か売名行為でやってるんじゃないかだとか、あるいはバックになんかおかしな宗教団体がさらにあるんじゃないかとかね。世界の平和を願ってこういうことをやりたいんですって言ったところで、大体そういうことを言う人ってうさんくさいっていうのが先に立ちますからね。世間ではそういう問題いっぱい起こしてる団体多いからね。だからなかなかね、第1回目の時にはほぼほぼ門前払いでしたね。で、回を重ねるごとにちょっとずつちょっとずつ信じてもらえるようになって、で気がついてみたら今年は42会場です。内訳で言うとね、41はお寺なんです。41のお寺で、もう1会場はね、岐阜県八百津町というところに人道の丘公園っていうのがあるんですね。杉原千畝という元外交官に、ちなんだ公園なんです。で、杉原千畝といえば第二次世界大戦の時に約6000名のユダヤ人の方々に命のビザを発給して、それで助けられたという方なんですね。それをまあ記念した公園が、岐阜県八百津町にあるので、つまり、これから世界はどんな方向に行くんだろうって言った時に、本当にここ最近ね、きな臭くなってるじゃないですか。ロシア、ウクライナ、中国、台湾、もろもろ、日本がこの約80年間、平和保ってこられたのは、なんでだろうな。第二次世界大戦が終わって80年近く戦争に巻き込まれずに済んだんですね。理由は一つではない、もちろん一つではない。でもこれは絶対あるなと思ったのが、我々戦争を体験していない世代だって戦争は良くないってことは誰だって知ってるんですね。でも我々みたいに戦争を体験したことのない人間と実際に戦争を体験した人とでは全く思いって違うと思うんですね。戦争を体験された世代っていうのは自分の息子を失ってる、お父さんを失ってる、家族兄弟を失ってるっていう、そういう体験をしてるから、もう比べ物にならないぐらい、あ、絶対戦争なんてやっちゃいけないって思いが強いと思うんです。すると戦後5年って言ったら、ほぼ日本人全員が戦争体験者です。戦後20年って言ってもかなりのパーセンテージ戦争体験者です。ところがもうあとちょっとで戦後80年になるんですよ。するとね、ほとんどの日本人は戦争知らないんですよね。今まではあんな戦争は二度とやっちゃいけないっていう切なる思い、それが結果的にね、抑止力になって日本が戦争に進まなくて済んだ部分って相当あったと思うんですね。ところが今後は国際情勢の成り行き次第ではね、今までと変わらないような
外交をやってたんだったら、つまりあっちに気を使い、こっちに気を使い、気がついてみたらずるずると戦争に巻き込まれないとも限らないんですね。次の抑止力が必要だと。で、その抑止力って何って言ったときに、今から1400年前に聖徳太子という方が重視条憲法の第1条で、3条でも5条でも10条でもなくて第1条です。つまり一番大事なこと、和をもてたっとしとなす。私たちが普段何気につけ使ってる言葉で、和食、和服、和歌、和菓子、日本あるいは日本の文化を表すときに和っていう漢字一文字を使いますけれども、あれいつからなんだろうなってずっと辿ってったら、聖徳太子の重視条憲法の第1条、和をもってたっとしとなす、そこにね辿り着くんですね。つまりあの文言によって、日本っていう国はこうあるべきだ、日本人はこういうふうに振る舞うべきだっていう日本人のアイデンティティを示されたと思うんですね。日本人がそのことに対してプライドを持てば持つほど、政治家もそのことにプライドを持てば持つほど、そのプライドにかけてそっちの方に行っちゃいけないっていう知恵も戦略も出てくると思うんですね。ところが今の日本人あるいは日本の政治家にそのプライド誇りがまだまだ薄い。だから日和見外交であっちに気を使いこっちに気を使いみたいなことやって、気がついてみたら変な方向に行きかねないんですね。なのでなんとか次の抑止力として日本人が自分たちのアイデンティティに対する誇りをね強く持ってもらいたい。それが4月3日全国のお寺で開催しようと思ったいきさつなんですね。で最近ね、特に僕がね思ってることがあってね、で何かって言ったら、この活動ってね、さっき昭和の日って出たじゃないですか、はい、まさにねもうコテコテの昭和のね義理人情の世界でこの活動をやってるんですよね、うん、僕自身がもう極めてそういうところでねやってます。恩義を感じたらやっぱり恩を返すとか、もうそういう世界なんです。実はハートなんですよ、ハート。この後ろにね8カ国の大使館の方々が集まってくれたんですよ。普通に考えたらね集まってこないです。だってこのワープロジェクト大使ってね、名もなきグループなんですよね。なんか組織でもなければ公共団体でもなければ何でもないんですよ。なのになんで何でもない人たちの集まりにね8カ国の大使館集まってきたのっていう話になるじゃないですか。しかるべき手続きもへったくれもある意味でないな、あってないようなもんなんですよ。僕がもう各大使館にお願いします、これこれこういうことがあるんで一つ当日来て平和のメッセージ書いてくれませんかと、分かりやすく言うとそういう形でね声掛けしたら8カ国集まったんですよね。昭和の時代ってそういうところで世の中どんどん作ってったとこないです。昭和の時代ってつまり日本が戦争に負けてもう更地になって、もういっぺん作ろう、この国を作ろう、社会を作ろうって言った時にもうハートで動いてたと思うんですよね。ところが今令和の時代、平成から令和になるとあまりにも物事がシステム化されて形ができちゃって、マニュアルができちゃって、手続きがあっちゃって、その手続きにのっとってやってください。だから意外とそこにはハートって伝えられないんですよね。とりあえずこれとこれとこれの条件を整えてくれたら OK ですよ、それ以外はちょっとまだ足りませんね、ハートないんですよそこに。ところが僕のやり方ってそんなのすっ飛ばしてね、お願いですから聞いてください、それでここまで来ました。まあなんやかんや言って10分ぐらい経っちゃったんじゃないですかね。経ってません、15分いってますね。15分いってますね。ということで、はい、この活動を続けてまいりたいと思うんで、引き続きどうぞよろしくお願いします。まあ、今回ね、その42箇所ですよね。どんなところがありましたっけ、はい、各宗派の総本山、大本山、はい、それから、神道の丘公園、はい、そうですね。まあ、実際ね、4月3日に本当はね全部一緒にやりたいんですけど、うん、なかなかそうもいかない、ね、お寺さん自体がいろんな行事があって4月3日がすでにダメっていう場合もあるんで、ちょっと幅を持たせてるんですよね。
去年一昨年ぐらいから、で、実際には、1週間2週間ぐらいね、あの前後1週間ぐらい幅を持たして、この行事をやってる感じになるんで、一番最後のやつで4月9日でしたっけ、4月の10日かな、10日か、10日ですね、でね、はい、幅を持たせた理由がもう一つあって、はい、あの高校書道部がおかげさまで、はい、今回は9校参加してくれてるんですね、はい、そうするとね、高校生たちが参加すると漏れなく父兄の方々が見に来られるんですよ、はいはい、でそこで何が起こるかって言ったら、うん、父兄の方々がね、うん、ビデオとかカメラ撮りながらね、うん、泣くんです、うんうん、でなんで泣くのかって言ったら、いわゆる高校書道部書道パフォーマンスって言ってね、イベント会場とかショッピングモールでわーって書くじゃないですか、その時は泣かないんですよ。ところが日本人にとって神社とかお寺って言ったら、初宮参りとか七五三とか人生の節目ごとに子供連れてお参り行くじゃないですか、その延長線上にあるから、我が子がこんなに大きくなったのかっていうのとやっぱり重なるみたいでね、それでね泣く人多いんですよね。でせっかくだったらね、そんなお子さんの晴れ舞台見せてあげたいので、それで4月3日っていうのは必ずしも土日になるとは限らないじゃないですか。その時はちょっと融通を聞かせてね、前後の土日にすれば風景の方々も来てそれ見られるんじゃないのっていう、そういう理由もあります。だからあの今年はまさにそうで、4月3日が月曜日だったんですよね、はいはい、だからあの月曜日だと当然ながら学校は学校もあるし、お父さんお母さんは会社もありますからね、はい、ということで、4月3日ではなくて4月2日だとか、あるいは4月1日は土曜日だったりとかするんで、とかいうような、そのまあ割とその幅を持たせて、開催したみたいな形になってまして、で宮本さん自身が、4月2日と3日ですね、この関西で開催されてる分に、まあ、参加されてるんですけど、代表として挨拶しに回ってらっしゃったんですけど、僕ちょうど一緒に全部回ったんですよ、はい、あのね、もう まずは朝あの比叡山に行き、比叡山延暦寺で根本講堂でしたっけ、なんかね、あの大講堂、あのね根本中堂っていうのがあって、あれはね、あの今ちょうどあの改修中なんで、そこは使えないんですけど、大高度、大高度やね、すごいよ、あのまあ、あの撮りましたけど、はい、撮らせてもらいましたけど、はい、あのちゃんと聖徳太子のね、額もかかってるっていうね、あのお姿を描いたやつが、でその比叡山延暦寺っていうのは、その日本中のいろんな宗派の開祖みたいな人が学んだ場所やったりとかするから、すごい人たちのね、名前がそこにあったりとかするんですけど、その場所で書かせていただいて、その次は西京って言ってね、まあまた大きいその本山でやらせていただいて、でその後最後に、その日は2日の日は、四天王に行って、でその翌日は朝から法隆寺世界遺産法隆寺です、うん、で、その後に、聖徳太子がお生まれになった場所、うん、飛鳥村にある立花寺でねやらせていただいて、なんと立花寺では、宮本さんはあの聖徳太子に扮して、うん、あの当時の服装をして参加されているというね、またここにあの写真が多分今出ていると思うんですけど、うん、はい、そんな感じのね、今年の法の記号だったということなんですよね、うん、はい、まあ、だから、この活動がですね、その、まあ、もちろんその、平和をね、世界平和をねにつながっていくということを目標にもしてますし、あれなんですけど、和って何っていうところなんですよね、うん、だから和っていうのはいろんな意味が中に含まれているのをたった一文字で表しているのが和だったりとかするので、僕はワープロジェクト大使っていうのはそれを活動で全部表現しているっていう、そのまあもちろん宮本さんのそのおしゃべりもあるんですよそれもあるんですけど、それもあるんですけど、じゃなくて行動でね、実際に動いて見せてやっていくっていうことをあのやってる団体というか、まあチームだっていうふうに僕は思ってるんですけど、だから実際ね、あのこの2つの4月と9月の2つのこの記号だけじゃなくて、天皇誕生日の
今の天皇誕生日の2月23日には日本以外の由来である宗教の施設で、まあ、イスラム教とかユダヤ教とか、キリスト教の教会で、奉納祈をやってみたりとか、世界平和の奉納祈をやってみたりとか、2月11日の建国記念の日に皇室をお祭りしている神宮ですね、で、奉納祈をやってみたりとか、あるいは5月22日にはあの長崎のね坂本龍馬のゆかりのある、聖福寺でね、奉納祈をやってみたりとか、あのまた全然違う切り口で、まあ、もちろんそれぞれ平和をあの中に入れてるんですけど、そういうこともずっとやってきてるんでね、はい、また来年はさあ42箇所が何箇所になってるかなっていう感じですよね。17からスタートしたので、いずれは170で、その次は1700を目指してるんですよ。1700とかなったら多分の日本国中とかいうより世界に行ってるよね、多分ね。だから僕の手を離れてもう全国でやってると、はい、ね、だからバレンタインとかね、クリスマスって最初に仕掛けた人いるじゃないですか、はいはいはい、今となってはもう第何回目とかそんなもんじゃなくて、もうそういうもんでしょって文化に、ひな祭りもね、あの端午の節句もね、そういうところまで持っていきたいんですよ、という壮大なお話でした。はい、はい、ぜひまたね、まあ、その時この番組どうなってるか知らないですけどね、わかんないですけど、まあまあ今度またタイミング見てこちらのスタジオに来ていただいて、はい、またゆっくり話していただきたいなと思いますけどね。はい、ということで、相当時間オーバーしておりますけども、今日はワープロジェクト大使宮本代表にですね、4.3 大使のご報告をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では次あゆみ、はい、はい、お店の情報です。はい、はい、サクッといきます。はい、はい、5月1日からは、5月の、1と15と28ですね、はい、絆王子と無限の一歩、はい、こちらの上映と、うん、トークもあります、はい、はい、ゲストの方のトークもありますので、はい、はい、ぜひぜひお越しください。絆王子と無限の一歩が、はい、上映となります。はい、はい、料金の方が1500円で、うん、アンダー22が1200円となっております。はい、28日だけで、日曜日になりますので10時からの開始となりまして、うんうん、あとの1日と15日は19時30分、はい、でカバーの反対側でね、なるほど、第1週目と第3週目の月曜日が絆をお知りさせていただきますので、はいはい、ぜひぜひ皆様お越しください。はい、そしてゴールデンウィークですね、はい、ゴールデンウィークに入りました。はい、はい、こちら、はい、はい、喜劇愛妻物語、はい、はい、浜田岳さん、水川あさみさんの主演の、映画となっておりますので、はい、笑ってちょっと泣ける感じの、はい、はい、大変面白い作品となっております。5月3日水曜日から7日日曜日までです。はい、料金は1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、皆様お越しください。お時間の方はね、ホームページの方ご確認ください。それとね、一緒で3、4、5にこちら6600V も、同時に上映させていただきます。同時とか交互にね。同時に上映。一緒には見えないね。交互にさせていただきます、はいはい、同じ日に交互にさせていただきます。はいはい、3、4、5だけですね、はい、で7、8はこっちだけあります。はい、はい、はい、お時間の方が、15時と21時の、2回になっております。はい、でそれぞれね、1000円プラスワンオーダー制となっております。はい、まあ、詳しくはホームページの方がご確認ください。はい、はい、そして、8日の日がカバーの日です。はい、2と4ですね、2と4の月曜日、はい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 、第2第4月曜日、第2第4ちゃんと言えてください。第2第4月曜日はカバーの日です。落ち着けよ。はい、19時開始となっておりまして、はい、料金1500円です。ぜひぜひね、10月までになるので、うん、そうですね、もうね、あと回数がね、だんだん、ね、減ってきてますので、はい、ぜひお早めにご覧ください。そして何度もご覧ください。はい、はい、そして、吉尾誕生編、はい、三浦明宏監督の吉尾です。はい、5月は10、17、24の3回の上映となっております。そしてなんとですね、はい、24最終回、うん、本当は僕あの長崎出張でいなかったんですけど、はい、飛行機で帰ってきます。あー、さすが飛行機で帰ってきます。で6時10分に関空に着くんで、はい、多分ギリラストに間に合うかと思います。すごい、ありがとうございます。
です。最後ですからね、10回目なんで、はい、ぜひだからいろんな人来ていただいてですね、はい、そのまあ、10回目という節目ですから、うん、まあ、もちろん10回目じゃなくても、はい、たくさん来ていただきたいんですけど、はい、24日に関しては、うん、僕長崎から帰ってきて、うん、みんなでその10回目を一緒に乾杯したいと思うんですけど、ね、よろしくお願いします。はい、はい、はい、料金が1000円と、ワンドリンク、ワンオーダーとなっております。はい、はい、ぜひお越しください。19時30分スタートになります。はい、そして、傘の下は、木曜日ですね。はい、はい、こちらも、こちらが11、18、25の上映となってまして、6月の1日までとなっております。はい、こちらはね、はい、お時間が19時30分からスタートで料金が1500円となっております。はい、ワンドリンク付きですね。はい、ワンドリンク付きで1500円になっております。はい、そして取り残し、これも定期上映です。はい、はい、金曜日の定期上映となっておりまして、はい、山口博之監督取り残しです、はい、原作、原曲がね 40MP の、原作で、はい、ボカロですね、はい、ボカロの、曲を実写化された作品となっておりますので、ぜひお越しくださいませ。5月は12、19、26と、上映があります。で、まだまだ、ね、7月中頃まで上映やっておりますの で、そしてグッズもたくさんございます、うん、ぜひぜひこちらの方もお買い求めください。はい、そしてはい、はい、空と山と緑、はい、遥かなる、旅路ですね、はい、こちらの方先週ね、はい、ぶっちょいで、ね、はいはい、説明しました、ね、説明しました、はい、ご覧ください。はい、こちらの方が13、14の2日間の上映となっております。はい、はい、2日間のみになってますので、ぜひこの機会でね、はい、ご覧ください。そして YouTube ドラマの方が、うん、この前のね、あるので、はい、そうですね、その方見てもらって、映画っていうのはその YouTube ドラマの後日パニック、はい、うん、はい、なので、はい、YouTube ドラマをぜひ見ていただいて、はい、こちらを見に来ていただければという話ですね。はい、はい、ぜひお貸しください。料金は1000円プラスワンオーダー制となっております。はい、お時間の方はホームページの方ご確認ください。はい、そして、5月20日、はい、21日と、はい、広山琴葉さんの、はい、セレクション、はい、広山琴葉セレクションファーストがございます。はい、そして、ね、27、28がセカンドと、はい、2週連続で、はい、広山琴葉さんの、プロデュースした作品とかね、はい、出演されている作品の、はい、上映会がございます。誰って思ってらっしゃる方は広山琴葉で調べていただくと、女優さんです。女優さんです、はいはい、割とねいろんなね、うん、作品に参加されてますからね、はい、この間もね日曜劇場のゲットレディに出てらっしゃいましたし、はい、堤幸彦監督の、作品にも出てらっしゃるというので、うん、今回その作品もね、はい、上映されます。ぜひお楽しみに。はい、はい、はい、以上です。はい、お疲れさん。はい、はい、じゃあいくよ、もうそのままいくよ。はい、はい、今日のグッドはい、プロデュース作品、はいはい、ボタンの花、はい、の、はい、グッチョイとなっておりますので、はい、うん、これ短編なんですよね。短編で24分なんですよ、ねね、はい、うん、でなんとですね、はい、これ監督されてるのが女性で、はい、大学生、まだ大学生なんで、近代の、ね、はいはい、方で、はい、女性監督なんですけど、はい、もう卒業されたんですか。今東京にいるんか、はい、なるほどなるほど、はい、で、まあ、近代出身の、ね、女性監督 で、うん、でなんとですね、まあ、もちろん20代前半の方なんですけど、はい、びっくりするぐらい昭和な内容というね、割と義理人情というか、なんかそういう、はい、人の心の機微みたいなところを描いているということ で、ね、はい、でその、まあ、主演はあれなんですけど、はい、共演というかメインの役どころでお父さん役で、河本雅弘さんね、はい、さん、そう、河本大翔さんのお兄さんですね、はい、はい、が、出てらっしゃいまして、はい、ものすごい素敵な演技をされてるというね、はい、まあ、名作になるかもしれない作品だと思うんで、
あのぜひ楽しみに見に来てほしいなと。で、どんな話なんですか。はい、はいはい、山口ボタン、主人公の山口ボタンは、はい、線香花火職人の父親柳から線香花火を作らせてもらえないことに不満を抱いていた、うん、ある日隠れて線香花火を作っているところを父に見つかってしまい激怒される。数年後、映画制作会社の AD になったボタンは、自分が担当する番組の取材先が父親だと知り、疎遠になっていた実家にやむなく帰省することになる。ね、だから本当にね、そのまあ親子もそうですし、うん、その伝統職人、うん、そのね、なんか教授というかね、うん、まあ、そういうのもありますしね。で、その中で葛藤する、まあ、女性主人ね、うん、ことなんですよね、うん、はい、すごい素敵な作品です、はい、本当に見ていただきたい、はい、ぜひですね、はい、あのまあ、なんですかね、あの、うん、あんまりあの割とね、その、うん、若い人っていう言い方をするともう自分がおっさんやという証明なんですけどあの若い方が撮る作品って、うん、あの割とね、あの なんて言ったらいいかな、あのすごい周り、身の回りのことを描くっていうのがすごく多くて、で、まあ、それ自体は悪くはないんですよね、うん、でそれを、まあ、どういう角度から光当てるのかっていうところ の、うん、あのオリジナリティっていうのをすごい追求する人が多いんですけど、うん、この作品に関して言うと、まあ、確かに身の回りのことかもしれないんですけど、割とね、あの短い作品ながら深いところに、うん、あの挑もうとしているっていうところが、うん、あの僕はすごいんじゃないかなと思っていて、あのぜひ僕はここでしっかり見たいなと思っているので、はい、ぜひですね、はい、これが5月の20日、はい、土曜日と21日日曜日に上映がございます。はい、時間はどんな感じになってるんですか。ね、時間の方はこれなんで僕がこれ聞くかというと、僕は20日にね、長崎に立つんですよ。13時半から、あ、見に来れる。13時半は見に来れる。4時ぐらいまで。はい、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 そして18時半から21時までですね、20日は、はい、21日の日曜日は13時からの、はい、17時からの、もう4回しかないです。4回しか上映しません、ね、はい、ボタンの花とトゥルース、はい、トゥルース、はい、平山さんの特賞、なるほど、平山さんも来ていただけます、直接ご会い、はい、お会いできます、はい、はい、なのでこれ20日と21は、あのお二人、平山琴葉さんが来るんですよね、はい、じゃあ土井監督も来られる予定なんですか。あ、なるほどなるほど、ね、まあ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 、ちょっとまだ決まってないです、ね、はい、確定はしないですけども、はい、ということですね、はい、じゃあまあその辺楽しみにして ね、はい、皆さん来ていただければね、はい、でもほんま短い作品ですけど、うん、しっかり描かれてるので、ね、絵が綺麗、うん、綺麗、絵が綺麗、あの僕あのなんて言ったらいいかな、やっぱね、あの作家性云々とかのとかいろいろあるんですけど、うん、あの絵にどれぐらいその神経を使ってるかっていうのが、うん、やっぱパッと見たら分かるんで、うん、そ、画角の切り方がやっぱちょっとうまいなと思いますね、うん、はい、はい、ぜひそこを楽しみ、賞もね、たくさん取られてる、いや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 、はい、はい、9部門の賞、はい、そうです、いろんなところで9部門取られておりますので、はい、ぜひね、これは本当に見ていただきたいなと思います、はい、はい、ぜひお越しください、はい、ということで、はい、今日のグッドタイムでした。はい、ということでエンディングでございます。お疲れ様でした。はい、宮本さん久しぶりに、あの、まあ、またリモートではありますけども、参加いただきましてありがとうございました。どうでした。はい、あの楽しいですね、皆さんのお話聞いてるとね、すごく楽しいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、まあ、あの僕らにするとね、あの年何回かこうね、この番組宮本さん参加していただいてるんですけど、1回だけなんですよね、まだスタジオに来ていただいてるとね、スタジオで1回、あの脇田さんと3人でお話をさせてもらったんですけど、はい、あのぜひまた次回、あのスタジオに来ていただいて、ゆっくりお話ししていただければと思います。はい、はい、今日どうもありがとうございました。はい、はい、はい、ということでまた来週ね、はい、来週は来週で、また監督インタビューありますんで、はい、楽しみにしておいていただければと思います。はい、ということで今週はこれで終わりたいと思います。で今日29日なんか行くのかな、行くのかな、行くの日
まあ肉の日やな、肉の日言えへんかったな、そういえばな、まあまあ肉の日毎月あるしね、うん、はい、はい、今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、さよなら。